日本東京都杉並区、浜田山浜田山は東京都杉並区の地名。現行行政地名は浜田山1丁目から浜田山4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は168-0065。杉並区の中西部に位置する。町域北部は杉並区成田東、成田西に接する。西部は杉並区高井戸東に接する。 南部は神田川を境に杉並区下高井戸に接する。東部は杉並区永福大宮に接している。また町域内を井の頭通りが通っている。町域内は主に住宅地として利用される。作家松本清張が長く住んだ。住宅地の地価は2017年の工事地価によれば浜田山4から15から23の地点で51万5千円。 平方メートルとなっている。現在、町域内にある、杉並南郵便局付近一帯は、江戸時代まで、江戸、内藤新宿の商人、浜田屋の所有地で、松屋くぬぎの林になっていた他浜田屋の墓があり、悲願の時は、浜田屋の人間が江戸から当地まで墓参りに訪れていた。墓参りの際には、村の子供たちに銭やお菓子などが配られるのが恒例で村では、 お祭りのような賑わいであったと言われている。この浜田屋の山から浜田山の地名が生まれ、現在の地名になったと言われている。なお浜田屋は米問屋であったと言われ、初代は江戸時代の初期頃に伊勢国浜田村から江戸に出てきて、内藤新宿に店を構えて商売に成功し、浜田屋野兵と名乗ったという。その後浜田屋は明治時代に、 米相場に失敗して没落していき浜田屋の墓も、当地から隣の英福にある理政寺の境内に移されて、現在に至っている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には、京王井の頭線、浜田山駅がある。 超駅東部は隣の西長福駅の方が近い。また、杉並区、コミュニティバス杉丸が走っている。ありがとうございます。